生弁護士休業の会の主催の講演会を開催させていただきます。本日はお忙しい中お求めいただきまして誠にありがとうございました。私当館の事務局を務めている小島と申します。本日の司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに当会を代表いたしまして佐久間恵子の方からご挨拶を申し上げます。皆さん、こんばんは。こんばんは。東北女性弁護士救助の会の事務局をしております佐久間でございます。大勢の皆さんに講演会にご参加いただきまして大変嬉しく存じております。ありがとうございます。で、私たち の会ですが、皆さんのお配りしております資料に我々の会のご紹介が載っております。A4 の紙1枚でございますが、今年の5月で設立の14年目に入ります。大変小さな会でございますけれども、その都度の憲法問題について講師の先生をお招きしてお話を伺い、皆さんと共に考え、そして場合によっては行動するということで、続けてまいりました。今日はですね、東京大学名誉教授の広渡政務先生をお招きしております。演題は安倍会見を日独比較から読み解く危機とチャンスという題です。大変興味深いタイトルを頂戴いたしました。広渡先生、お手元に今回の講演会のチラシをお配りしておりますけれども、東京大学の名誉教授、それから東京大学の副学長、それから日本学術会議の会長もされたと、素晴らしい経歴をお持ちの学者の先生でございます。またお若い時にはベルリン自由大学で客員教授を務められたというふうにも伺っております。ご専門は放射科学、それからドイツ法、比較法と大変幅広くですね、奥行きのあるような分野で研究をされてこられたということです。他方、皆さんご存知のように、違った側面のお顔をお持ちです。安保関連法に反対する学者の会の発起人、それから安保法制の廃止と立憲主義の改革を求める市民連合の呼びかけ人をなさっておられます。憲法を守る運動に実践的に関わってこられたと。そして今も各地でご講演、大変ご多忙の中ですね、無理をして今日お越しいただきました。大変ありがとうございます。昨年の3月になりますが、政権与党が改憲の4項目の素案を発表いたしました。これをもとに場合によっては改憲の発議になるかもしれないというような状況にあります。で、この4項目すべてが憲法上大いに問題があると思っております。特に9条に自衛隊を書き込む条項、それから緊急事態条項、これは大いに問題がある。9条に自衛隊を書き込めば憲法の平和主義が実質破壊されるし、9条の基本が失われて私文化するというふうに思っております。それから権力の分立と基本的人権の保障、これは近代の憲法の基本原則ですけれども、緊急事態条項がこれを一時停止するというもので、憲法の自殺行為だとも言われているわけですね。しかしながら憲法改正しても変わらないよとかね、悪くならないよというのが政権与党の言い方であります。大いなるフェイクだと私は思っております。安倍政権というのは、その取り巻きの方々も出て、大変戦後の憲法政治の中では異質というか特殊な性格を持っているのではないかなと。そして皮肉を込めて言えば、これからの歴史に書き記される、そういうような特色を持っているのではないかなと思います。憲法にのっとった政治というのが有名無実化しているし、それから
まあ、あの前近代に戻ったような国家の私物化というものが森友学園、加計学園問題で現れておりますし、それから、まあ、国民は等しくそれなりに豊かな生活を享受してきたと、そういう日本は今はない。世界でも本当に有数の富の格差と社会の格差が進んでいる、そういう国になってしまいました。で、先生の今回 あのご講演の柱が2つあるというふうにレジュメであの記されておりますけれども、ちょっと申し上げると、まあ、ファシズムというものをどう考えるかということですが、まあ、権力の一元化とか集中ということで考えると、もう安倍政権は、まあ、戦前以上の権力の集中を獲得しているというふうに言っている方がいらっしゃいます。で、立法府の国会も、だから裁判所、司法もなかなか行政をチェックできないと、本来の役割を果たしていないのではないかと、そういうような思いがあの強くあります。そしてこれは、まあ、内閣が巨大な人事権を掌握したということによるものではないかというふうな分析もあるようです。そしてもう一つですが、今日の先生のお話の核心部分でもあるかもしれませんが、まあ、安倍政権では、まあ、ニュースピークと言われるその言葉遣いがもう蔓延しているわけですね。言葉、思考というものをこう一色に染め上げて、政府の思うような、あ、そういうような考え方をこう無意識のうちに刷り込ませると、そういう巧みな方法が行われていると思いますね。国民の、まあ、意識とか心理とか精神状況を全て政府に都合のいいように誘導していくような様々な仕掛けが、まあ、報道はじめ行われているというふうに思います。まあ、ヒットラーに学んでいるということなのかなと思いますが、他方希望があります。これもこれからの話に回したいと思いますが、まあ、安保法制で見せた私たち市民の力、これはまあ憲法を実践する主権者としての行動だったというふうにあの思います。安保法制は平和安全保障法制という非常に奇妙な名前で上呈されたわけですが、まあ、福島瑞穂議員が戦争法だと一言言ったと、そして、まあ、巨大な学者の方々が、参勤ともですね、憲法審査会で違憲だというようなことを述べたということで、この法律の実態真実が国民の目にはっきりと明らかになって、その中身を見極めたということだと思います。これが、まあ、安保法制反対運動の国民的な大きなうねりを繰り出したというふうに思います。あのちょっと最悪な健康状況、社会の状況になっているように思いますが、あの今申し上げたような安保法制で見せた私たち市民、国民の力と、これを頼りにですね、今後もあのめげないで行動してまいりたいと思います。そして、まあ、私たちも先生のご講演を伺い、かつみんなで勉強し合ってですね、その政府のニューススピークというのは騙しの和法にとらわれないで、事柄の本質をちゃんと見極めるという形で、日本の主権者としてこの国の平和というものを守っていくと、そういうことに皆さんと一緒に取り組んでまいりたいと思います。今日は、まあ、先生のお忙しい中お越しいただきましたので、どうぞ皆さんよくあのお聞きいただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願い申し上げます。